はい、皆さんこんにちは、リオの萩原です。今回はですね、愛知県、もう見てわかるように日間賀島、こちらの方に来ております。まあ日間賀島といえばね、ライトゲームのアイランド、ね、こちらで今回は手軽にできるライトゲーム、こちらを紹介していきたいと思います。まあタックルの方はね、アジングロットとか、まあライトゲームロット、それとテトラワークスから出ております初めてのシリーズ、こちらのね、まあ、アジング用、カサゴ用、あとメバルとかね、モモクズリ用、その辺を使って島をぐるっと一周ライトゲームでいきたいと思います。よろしくお願いします。カサゴ入れ食い何匹釣るんだっていうぐらいね。ほら食った。ほら食った。食ったぞ。よし、じゃあ早速この辺から行ってみようかな。はい、今回ね使用するタックル、まあ釣り竿とリールですね、まあね、こちらはテトラワークスから今度6月に販売となるリアクトのね 5.5 フィートモデル、リアクト55というモデル、まあちょっとね今までのロットよりは柔らかい感じ、こうやってね全体的に柔らかく曲がるような感じになります。で、リールの方は1000番クラスですね。それとまあライン、こちらは今回はフロロカーボンの 1.5 ポンド、それに、まあ、リーダー、ランディング用にね、ちょっとあと歯が鋭い魚とかが来た時に切られないように、こちらもね、フローロの3ポンド、ちょっと倍ぐらいですね、1.5 の倍ぐらいの太さのものをつけて使っております。ここね、見た感じ、こう手前からどれぐらいかな、2メーターちょっとぐらいまで、こうゴロタ、石積みが結構あるようなところなので、まずはね、ライトゲームの味方のカサゴ、これからいってみよう。ね、その時これ初めてのカサゴ釣りセット、これから行きたいと思いますね。中に、まあ、ジグヘッド4種類ですね、まあ、サイズと針の大きさがちょっと違う。でワームがね、まずバーニーが入ってて、あとグラッパ、それとモビー、まあカサゴがね好むようなワームが一緒に入ってます。なのでまずね、まあ、手軽にカサゴを狙うためにこれから使っていきたいと思いますね。グラッパ、小さいマイクログラブ、これからいきましょう、ね、グラッパもう落とすだけゆっくりでね、そこについたら糸がこうたるむんですよね。そしたらね、そこについてる証拠で、そこでこうやってツンツンってこう、結構明るい時間帯はこうカサゴの習性としてこう結構ね物陰にぴったりくっついてることがあるので、当たりがなければね、もうほんとどん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 いろんなところをね探っていく方がいいです。あー、ちょっとドラグが弱かったけど、じゃーんじゃじゃーんよいしょっとー、ね、丁寧に丁寧に丁寧にそこをねふわふわっと落としてるとね、まあ可愛いですけどね、カサゴちゃん、ギュッと。カサゴね、この背びれとかこのねエラ周りトゲがあるので、その辺はね触らないように、ね、こうやってほんとねそこの付近をワームをねこう漂わすようにこう。そこがあったらこう、ふわー、ひらひら、ふわー、ひらひらひら。で、ふわーっとしてるときに魚、カサゴとか、まあ魚がね、こう、おって気づいて、ひらひらひらっと落ちてきてるときに、寄ってきて、パクッと食べるような感じ。なので、それを意識しながら、ここで見せて。こういう感じ。ね。だから、常に、底、ボトムをしっかりと取るような感じ。じゃあちょっとワームを変えてみようか、ね、ちょっと結構ねこの白
アピールが強い系のグラッパーね、マイクログラブ、グラッパーでやってたんですけど、ちょっと次変えてみましょう。もしかしたらこうヒラヒラヒラってアピールが強いのをちょっと嫌かなとか思ってる可能性もあるんで、そういう時はじゃあこのバーに、ね、エビっぽいバーにこれでいきます。今度はじゃあこのバーに、でさっきはね白い色だったんですけど、今度はちょっとピンクだけど透明、半透明の色で、もちろんワームのね形が変わってるので、アクションアピールもねちょっと変わる感じですよね。おお、クタクタクタ。よし、今度はバーニーでより可愛いやつだ ね、 ね、手のひらですよ、手のひらカサゴ。ありがとうね。よいしょ。よいしょ。おー、すくったまた同じサイズだけど、でまたバーに同じぐらいかわいいね。はい、今回ですね使っている商品がねこちらになります。じゃじゃん、テトラワークスの方から出ています初めてのシリーズ、初めてのアジングセット、メバルセット、カサゴセット、そして五目釣りセット、こちらのね4タイプこちらを使い分けて釣りをしております。でこの中にはまあアジの方だと、まあ、ワームとジグヘッド、それとねまあ五目釣りの方だとワームとジグヘッドと、あとはメタルジグ、ね、そうやってターゲットによって使いやすいものが中に入っております。なので釣りに行きたいとき、今日何行こうかな、あ、アジ行こう、そしたらアジングセット、ね、あ、カサゴを釣りたいなと思ったらカサゴセット、ね、そうやってターゲットに合わせてこの4種の中から選んでいただき釣りに行ってもらうといいと思います、ね、もうこれさえあれば即釣り場で釣りがスタートできちゃいます。おすすめですのでぜひ使ってみてください。はい、ポイントね、ちょっと港から今度ねこういうちょっとしたサーフですねに移動してきました。もう岩入ってて砂地だもん、釣れるでしょう。まあライトゲームねやるにあたって、まずはね最初はねきっちりそこにいるカサゴとかねソイとかアナハゼとか、そういうねいろんなそこべったりにいる魚をまずは狙ってみましょう。なんでかっていうと、ちゃんとそこを取れないとその魚たちも釣ることはできない。そのカサゴをねしっかり釣ることで海底付近をちゃんとルアーが動いてきてることが分かりますよね。それが結構浮きすぎちゃうと何も釣れなかったりとか、逆に他の魚が釣れてしまったりする。 なのできっちりね、まず最初はね1匹目はカサゴ、ボトム海底付近をきっちりと誘う、プル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 ってワームが動くように巻いて止めて、巻いて止める。あー、こサイズだじゃあちょっとまたワーム変えてみようかな。なぜ変えるかというとですね、隣にエビ仕掛けのお父さんがいいメバルいっぱい釣ってるんですよ。なのでね、その時に釣れてるんだったら、じゃあエビっぽいやつつけちゃえばいいかなと思って、でなるべくですねこのツインテールね、この先だけをこうもぞもぞ動かすイメージでちょっと動かします。極端に言うとこう叩く、指で叩くような感じ、もう優しく動かす感じ。カサゴだった
ていう。でも嬉しいね。ちょっと下まで沈めすぎてる感じかな。入れ食いだね、本当に。何匹釣るんだっていうぐらいね。あぞレバルちゃん、ちょっとまだまだ可愛いサイズだけど。おー、救えた。はい、お待たせしました。安定のカトラです。サイトフィッシングやめられませんね。やった、ありがとね。ありがとう、バイバイ。よいしょ。いや、やめられない。ね、ほら、食った。食ったね。ほら、食った。言えたかな。こんだけばっくり食べちゃうんですよ。いや、ありがとう。ね、ありがとうね。ここに、この。バイバイバイ。ほら、来た。おお、いや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 、お、今度メバルだよ。メバル、メバルだよ。ねえ、やっぱりね、ちょっと怪しいなってところではね、いるんですね、魚が。いや、ありがとう、ありがとう。癒されますね。こうやって見えるところでカサゴとかメバルとか釣れちゃう。ひまか島、いい島ですね。もうずっとやってられるよね。いや、癒されるわ。ほんとどうしよう、帰れなくなっちゃう。はい、お疲れ様でした。いや、カサゴにメバル癒されましたね。まあ、日中からね、これだけいろんな魚がね釣れるライトゲーム、もうこうやってね、今回みたいにお手軽にもうタックル1本、ウエストバッグ1個、それとね、普段着で来れちゃうのが魅力ですよね。ですので、テトラワークスから販売されている各入門セットを使っていただいて、こちらを持っていっていろんな魚をね狙ってみてはいかがでしょうか。これからどんどん気温と水温が上がってきます。なので、いろんな魚種も釣れます。魚の、ね、大きさももうちょっと大きくなったりしますので、ライトゲームをやってみてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またね。